どうもマルベリです。どうもドマンです。今週のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。ということで今日は、まずお知らせの内容から確認しておきますが、第1回星ドラクイズ王決定戦ジャングル大陸横断ウルスラクイズ、星ドラ復活祝いにみんなでウルスラソウルということで始まりました。どうもマルベリでございます。ということで、はい、みんなで大決戦予告第3弾がやってまいりました。第3弾もう間近でございますよ、レイドイベント、こちら今回も特設ページの内容更新と YouTube の方で詳細動画上がってるみたいなので、ご確認ください、はい、今回はここに書かれてるお知らせの内容をちょっと上から見ていきますが、まずはみんなで協力編ということで、まあ、前回の予告でね、あの応援隊みたいなやつの予告が来るよということでございましたが、やはりここにも書かれておる通り、大決戦応援隊について、詳しく説明するということです。下の方行って1枚目の画像のとこですけど、各地方の、まあ、地方にモンスターが出現するっていうのは、もう仕様としては分かっているんですが、その下にゲージがね、あるようで、でこのその襲来している魔物の軍団全体の HP というのが今回は設けられていると。で、ゲージが0になるとその軍団自体の討伐が成功ということでございまして、はい、この討伐クエストで一定ターン戦い抜き、討伐クエストに成功するとゲージを減らせるということなので、はい、1回1回自分たちがやってったやつが、まあ、最終的にその軍団の全体の HP を減らすことになると、はい、で、いろんな人がその軍団を倒していくことで、最終的にその軍団を倒したということになるという感じみたいですね。まあ、レイドのだんだんこう仲間にしていくとかそういうわけじゃなくて、そうですね、だから1レイドボスに対して、まあ、全国のプレイヤーがこうどん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 、このみんなで大決戦をやることで、HP を減らせるっていう感じみたいですね。うん、で、フェイス軍の HP はとても高いので全国の冒険者たちに協力が重要ということで、はい、でこのフェイス軍を討伐すると報酬がもらえるっていうことなんで、まあ、だから1回倒しただけじゃその直接報酬には結びつかないと、はい、最終的に、まあ、全国の人たちでそのレイドボスの HP を全部削り切ったら、はい、初めて、報酬がもらえるようになると。すごいね、一致団結だね。一致団結系みたいですね。うん、で、まとめるとという形ですが、ボスの撃退報酬をもらう条件は、はい、フェイス軍の討伐クエストに出発する、募集または参加どちらでも OK。で、決められたターン数を戦い抜き、討伐クエストを成功させる。これは、この間、前回までの情報ですね。はい、で、さらに追加が、全国の冒険者たちと協力して、フェイス軍全体の HP のゲージをゼロにするっていうことですね、最終的には。はい、これらを全て満たすと撃退報酬がもらえると、うん、で、しかし全国の冒険者たちといかにして協力すべきかっていうのが、そんな時は大決戦応援隊ですよっていうのが書かれてまして、この大決戦応援隊の詳細がまあ明らかになったと、はい、でみんなで大決戦開催中はモガフリ探索隊が大決戦応援隊に変わると。あ、いつものモガフリちゃんがですね、はい、で大決戦応援隊に参加するには、みんなで大決戦か桃屋の特典の部分にですね、この大決戦応援隊っていうアイコンが出てくるみたいなので、はい、これをタッチすると、そのまあ大決戦応援隊で応援要請みたいなのができるんでしょうね。あ、そうだよね、1日3回までなのかな。いやそうですね、一応ここにもあと3回とかって書いてるから、うん、まあ、14時リセットで合計6回とかってことなんだと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと詳細を見ていきますが、モガフリ探索隊と同じようにスマホをフリフリすることで全国応援回数が増えると。で増えるとどうなるか、はい、全国応援回数が多いほど討伐クエスト出発時にさまざまな良い効果が発動すると。あ、なるほど、フリフリボーナス発動でみんなの HP とか、はい、攻撃力とか回心率が上がるらしいですね。
でみんなの応援を受けて、討伐開始じゃということですけど、はい、さらにモガフリ探索隊が集めてくるお宝に加えて支給品としてさまざまな道具がもらえるよと。だからモガフリっていうのがこ の, たあのレイド期間中はもう全部大決戦応援隊っていう形に変わって、で、今までのモガフリで集めるアイテムをもらえてたような形、はい、とプラスアルファ、支給品っていうものも追加されると。なるほど、うん、で、そのフリフリした数に応じ全国の人のフリフリの回フリフリのフリフリのって言ったらなんかおかしいなフリフリの回数によって、そのレイドにチャレンジする時のボーナスが変わっていくと、はい、いう形みたいなね、大決戦応援隊というものの詳細がこれで明らかになったということですけど、はい、なかなかこれちょっとどうなってくるのかがイメージがつかないんですよね。そうですね、うん、見ただけじゃちょっとわからないですね。わかんないですね、はい、まあ、仕様としてはねモガフリが応援隊になって、はい、アイテムがもらえるのプラス支給品が増えて、うん、かつその振った回数に応じてボーナスが受けられるとレイド時の、うん、ただまあ言ってしまえばその応援隊のあれがなくても、うん、まあクリアはできるでしょうから、はい、まあ捉え方としては、うん、モガフリが支給品でさまざまな道具が手に入れられるようになる、モガフリパワーアップみたいなのにプラスアルファその回数に応じて、はい、レイド時のボーナスがこう増えてくると。はい、まあ、だからこれがなんか応援がすごいいっぱいあったらなんかボーナス値もすごいことになるんでしょうかねひょっとしたらどうなんだろう、そうかもしれないね、うん、なんか HP プラ弱とかじゃなくて HP プラ極みとかさ、うん、はいはい、もうすごい応援いっぱいしてる地域はなんだろうね、ボーナスでさいきなり戦闘開始時 HP プラ80とかそんなことになってる可能性もある、うん、あるかもしれないっていう感じですね。いきなりレベル99とかになっちゃってるみたいな。いやレベル99はねえけどHP がね上がったり攻撃力がもう2段階上げとか回心率も2段階上げとか、うん、そういうことが起こる可能性があると。それだったら最初から始めた人にも助かりますね、うん、多分そういうことだと思うんですよね、はい、最初始めた人が今回のレイドイベントでなんていうんですかね無意味になっちゃったらそのゲームしようとして成り立ってないので、はい、まずこのボーナスをうまく使うことで最近始めた方でもそのレイドの討伐に協力できるというような、はい、こう仕様的な、フォローがあるような感じなんだと思いますね。はい、はい、ということで今回、ま、みんなで大決戦予告第3弾の詳細を確認してきましたが、さらには気になるところメンテナンスのお知らせがですね、はい、3月30日付で来ておりまして、はい、日程がですね2017年の4月3日の1時から、はい、なんと11時頃なんですよね、はい、昼の11時頃。今まで あのメンテナンスって基本7時とか6時とか8時とか9時とか、うん、朝方に終わってたんですよ、はい、ただ通常よりもメンテナンス時間多く取らせていただいてます。大幅に何か変わりますな。新しいイベントの準備に伴いということですから、はい、まあ、ちょっととここには一応新しいイベントの準備を行いますってことと、まあ、福引きの準備としか書かれてないので、はい、あとは細かい不具合の修正とかっていうことなんですが、はい、まあこれはねレイドの実装が事実上ゲーム内にレイドが実装されるんでしょう4月3日で。でそのレイドが、まあ、実装されるけどその開始が4月3日かどうかはちょっと分かんないと、うん、4月3日でアップデート終わった後にすぐレイドが始まってるかどうかは不明ですけど、はい、まあ、間違いなくレイドは組み込まれるでしょうこの時間ということは、うんうんうん、でさらには福引きの準備いやこれ全部準備なんだ、うん、まあ、ここはなんか明かさないような形でなんか表記されてるような気がするなこの出し方は。これでかいの来ますね。いやということで4月3日いやお昼までちょっと長いですけど楽しみでございますね。だね、うん、という感じで、今回はちょっとみんなで大決戦予告第3弾と、4月3日のお知らせの内容をちょっと確認して、今後の、まあ、4月上旬にはレイドをリリースされるって言ってますからね、はい、楽しみでございますね。まだまだやり込み要素満載ですね。満載でございます。はい。
アドバイザーが来次第おつなぎいたします。もうしばらくお待ちください。アドバイザーが来次第おつなぎいたします。もうしばらくお待ちください。アドバイザーが来次第おつなぎいたします。もうしばらくお待ちください。